はい、こんにちは。えっ、ー、と、今日は5月の、えー、課題ですね。硬質です。今回青いですね、このね、表紙の色がね。はい、では、えっ、ー、と、今回こちらに、えー、中心線を引いておきました。で、これにちょっと合わせて、こうですね。必ずこういう風に置きます。 そう新5年生新5年生はね特にあの気をつけてください行になってるのでえー、と上と下どのくらい空いてるのかなっていうところをちょっとチェックしながら行だとちょっと今までとね違って入らなくなるっていうのが結構あるのでその辺りをちょっと注意しましょうねはいでは行きますちょっとねこの線が薄いんですよここにあるんですけどね でこれが中心線ねそうで、大きくこういう払いがあったりするのであんまり今度はここの線の,あの上に乗っかってたりちょっと内側に入ってたりっていうするとどうしてもここの手本手本なんですけどねここの部分ここにぶつかっちゃうんですよここにそれをぶつからないようにしたいのでここの線の上よりやや左ぐらいちょっと左。 くらいいいにしておくといいですね手の動きを妨げないでかけますでこの手本のこの上の部分ちょっと開いてますのでそこを必ず開けるようにしてくださいはいそれではいきます中心線を意識しながらこの傾きもちょっとあの気をつけられるといいですねこう立たないことギューって握り込むとどうしてもギュッギュってなってあの こう立ってきちゃうんですけど寝かせようとしてください、えっと、鉛筆はねより寝かせた方がいいですはいでは一画目こんな感じでで中心線に乗っかっていきます左へ払うこう大きい動きを持ってきといて次もストーンってきて左に今ここの段階で左と右とこれ高さを合わせるようにしています で、こちらへ抜いていく。ほら。高さがね、合ってますよね。そうすると、ここが、こういうラインができて美しくなります。で、真ん中。をですね。ストンと落ちるといいです。ここの部分、ここね。 こうしてこうしてモコってこうやって上がってしまうとこれ子供っぽくなっちゃうのであんまり上がらない横に行ってストンと落ちるでそこからこういうラインでこう置きましょう,うんはい読むという字が少し混み合っていて書きにくく感じるかもしれませんがこちらはねえまず中心 線をよく見ると1画目は結構中心に近いんですよそこをまず読み取ることこれが逃げてしまわないようにあ近いなっていう意識と次が左にしっかりと出てあげるでここの隣の線はここにこうにあるんですけど行の線ねこういうふうにここにこうにあるんですけどこれが一番近づくように12第2画目がギュッと もううここここほらすすごく近いいいいととろまでで行っってていいんだなっていうところですねそしてあとはそんなに頑張らないでこういうラインがこうできるといい。そうそれを作っていきます。ということなのでまず第1画目は中心線に近くて第2画目が遠くからこうですねそれであとはあまり頑張らなくていいよっていうところで。 こちらをキュッと揃えるようなそんなイメージそしてここの延長線上こういうラインができてますよね全部このラインに合わせるような感じでいきますこうして上しっかり出ておいてこうですねこんな感じでそして近くに寄り添ってくださいでこちらへこまないでこう横の線はこう上がっていくように ふわっとさせるようなイメージの方がいいですで左の払いはここここも少しポイントかなこう合わせて持っていくようにあまりなこれシューって長くしすぎないことそしてこの左払いがこれできたらそこに合わせるようにして右のこれを持ってきてちょっと今落ち気味ですけどもうちょっと上の方が綺麗かなって感じですね ええ、ここから、うんです。こういうふっくらとして。ふわっとさせて力が抜けてまたギューってするような、なんかそういう強弱があるといいですね。はい。ここもギュッとして。ここ結構強い、強い感じ。ギュッとしておいて、スーッと。一旦緩むのはこのカーブの部分ですね。はい。 でこの今回のこの中では結構一番難しいのかな感動。感動という字です。書きづらく感じるかもしれないですね。えー、まずは一画目、こちらを立ててあげること。少し縦ラインなんですよ。ここわかりますかね。ピヨンって寝てない。これ寝ちゃってますよね。初めからこうやって左に行ってるカーブじゃなくて、初めは、 ここううしておいて,スッっていいのラインそして2上がっていきますここあんまりまっすぐ横にしないちょっと上がるような調子でそしたら3上がりますよねね初めが上がってあげると全部その後上がってってあげられますのでそしてここからこういうラインできといてドンドンですね 点点のの位位置置ががちょっっと点の位置が変だったなここの点と近くてねなんか、うん、汚いですけどもちょっとこれはね綺麗に描いてくださいそしてここの部分がこうにできたら心の位置を決めるんですがこれあまり大きくなりすぎないでほしいのでこの辺にこういうふうに切っといて下のラインを合わせるようにこれもそこよりあんまり出ていかないようにしたいのでここの部分はここより出ないぞって思いながらね で、トントンです。2点あります。2点目の方が大きいようなイメージ、そして強いようなイメージですね。そんな感じにしてください。で、これ結構下がね、辛いところ、結構ぎゅうぎゅうな感じですね。はい、どという字も、1画目結構中心に近いです。もうこれぐらいしか空いてない感じ、ここね。 そして2画目左に出てください飛び出していくような感じですねこういうラインができてるといいですそして3画目キュッとちょっと締めながら4画目横角ちょっとふわっとさせて強くならないギュッて押し付けないここ押し付けるとへこんでしまいますからふわっと滑らせるだけでいいんですそして強いのはここギュッとしといて こちらにに内側に持っていきますねこの強弱がしっかりしてると四角い地っていうのは潰れずにうまく描けますので,で横横なので優しい感じちょっと薄いですよねそういうところもちゃんと見てもらえるといいかなでここは真ん中こう貫きたいのであの慎重な感じでねここを潰さないようにうまく綺麗に残そうと思うことですそして で横下から最後はこれこう突き上げるような感じに持っていきたいのでこのこのラインに対してこちらちょっと崩すような感じでこのぐらいの角度がちょっと違うかなっていうところができるといいです。で次が隣に「力」という字がきますねこういう感じで力強くしたいですこういう。 あの見せ方はいろいろあると思うんですけどあまあ私も今こうやって話しながら書いてるとねこの前後全然見てなかったりするのでなんかね今はあまり良くないんですがこういうのねあのうーん流れがもうちょっとできるといいかなって感じですちょっと下詰まりすぎちゃったかなっていうところもちょっと気になります。 そうだからねこう書いてるのを見てる時っていうのは一文字一文字見るのもそうなんですけどどういう,うにあに流れを何て言うんだろうな作ればいいかなっていうところをちょっと考えるといいです。そう何が評価されるのかなっていうのとかどうにしたらまあ多分全然分かんなかったりすると思うんですよいいものがどれで。 何ががいいいけなののかっていうのがねそうでこの行になった時難しいのっていうのはまずそこがわからないっていう部分で、うん、結果が伴わないなって思ったりもすると思うんですけどやっていくうちにね徐々にわかるものです。 私も分かりやすくこういうところのこれはいいんだよとかはここは直した方がいいんだよとかっていう言い方はするようにするんですけどはいはいで、えー、ひらがなですねこうひらがなやっぱり難しいですが結構しっかりめなのでねまだこの辺りはねこうせり出すような感じで今回はここ2行目はえっ、ー、とね 上、しっかり上からでいいです。でこの行結構ゆとりがあるんですよ、下。なので、うん、あんま詰めすぎない方が綺麗なのかなって思いました。私私たたちの。この辺がほら、ちょっと詰まっちゃってるんですけどね。 まあ,まあこのぐらいでも下は合ってればいいんですがもう少しこう場所を取ってもよかったかなダーチの心これも徐々に強くしていくそして始まりの位置はちょっと 上この辺りこの辺りから下はこのラインを目指していきますここからこういうラインで強くだんだん強くしていってここがマックスです今が強いだからほらこういう状態になってますよねここからこう上に大きく角度を大きくっていう意味ですここの角度が大きいこの大きいのを作っておいてドン ってもうです、ね、こうしといてちょっと下がり調子な感じです両方ともがそして成長のせいですけどこれ感動の感と一緒で始まりを立てるラインでこうしといて。 横、このぐらい立ってますね。そして、キュッと。ちょっと上がり調子にこれもしましょう。そして、ここです。こうしといて、ここね、同じか、ややここが開くぐらいでいいです。開けてもいいんですよ。こういうふうにして。で、何を、あの、ポイントが何かっていうと、ここから、ここ下まで行っちゃっていいので、 こういうのがね、行の時はやりやすいですよね。マスだとどうしても動きが出しにくかったりしますけど、ここからぎゅーっと持ってきて、下出ちゃってもいいぐらいで、ここから突き上げるようにして、この強いラインを持ってこれると。こういう感じで持ってこれると綺麗ですね。はい。次ですね。長いという字です。 どんしっかりと長さを出しておいてここ接続部分を少ししっかりめに見せてくださいでこういうふうにちょっとね、えー、この角度はまず大きくすること先ほどのどこだったかな心とかもそうでしたねあの大きな角度を作るでここは反り返らないこととね 反るっていうのは、これで言う反るっていうのは、こっちになっちゃダメですよっていうことです。これになっちゃうぐらいだったら、こういうふうに湾曲させたいぐらい、このぐらい、こうやってもいいよっていうぐらいですので、もし曲がっちゃいそうな人はこっちに曲がった方がいいですよ。で、ここからドんで、ここがこう、チグハグするように、こう、ぶつからないようにしといて、次をぶつけていきます、こう。 で、最後は上がりっぱなしでいいですよ。ちょっとここは何かこう挟まるぐらいな感じに持ってっておいてください。はい、ここでさせていきます。ひらがな、ずっとひらがなの連続ですね。えっ、ー、と、ちょっとここに敷いておきましょうか。手で汚しちゃうのでね。そう。どうしてもこの濃い鉛筆で太さがあるものこれ、 好きなんですけど汚しちゃうんですよどうしても夏場とか汗もかいたりしたらね余計に汚れちゃうので何かね必ず敷きましょう、えー、そしてサワー一角目長めにしておいてくにゃっとさせることそして外形が三角形のラインができると綺麗ですこういうラインができるといいのでそういう風うにするためにはこれ正三角形っぽいですよね 正三角形作りたいんですよ。だからね、ここの一画目がしっかり長さがないと、なんかね、バランス崩れちゃいます。はい、背は下からぎゅーっと上がってきて、こちらの背が高いですよ。次、低めからのこんな感じで短めに終わらせます。キュッとね。はい。手はキュッと上がって折り返して、こちらに強く。こんな感じですね。 結構ほら、ひらがなってリズム感あるでしょキュッと上がっていくみたいな、なんかそういうリズム。うん。リズムはねだ、結構大事です。いつでもそれはありますので、ゆっくり書いてる時であっても、その中で早い部分と、ちょっともっと遅いところと、これもそうですね。こういうふうに来て、ゆっくりだけど強くなって、また抜けて、と思ったらまた弱くから強くなって。 っていう感じです木はキュッキュッとやったら貫きますがそこから横に跳ねてでほらこれ横に跳ねてるんですよ。この跳ねる方向によって木は表情が随分変わってきますのでそこちょっと補足しましょうか、ね。いけない例行きます。こうしたらこうやって跳ねると次どこに行きたいのかっていうとこうになりますよね。 一見できてそうですけど、これはだいぶ間伸びしちゃって、あ、なんだろうな。こういうラインに見えちゃう。ちょっと男性的な感じがします。えっ、ー、と、もうちょい。何が違うかって、ここから横に跳ねるようにすると、引き締まってきますよね。比率が変わりますからね。そう、このぐらいな感じ。ほら、大きさも随分違っちゃうんです。他のところは一緒なのに、ここの幅が違う。 方向が違うことでここ随分長くなってしまうっていうところで空間の取り方でだいぶあの違いますね。そこの辺りも気をつけてあげるといいです。その辺がどうしても大きくなってしまう原因でもありますから。 そう意外とこの行になった時コンパクトに書く練習にもなりますねこの大人になるとどうしてもこう小さな字を書く機会が増えますからそういう大きさを変えていく時にその目安となるものちゃんと分かっているとあのできますのでこうしといてトントンそうこの 太くてふわっとしてるようなこの線質とどこでじゃあ力を抜けばいいのかって言ったらもうこの辺りはもうもうただスッといってるだけなので抜けてるんですよでまたここに行くに従ってギューってくるっていうこれはね毛筆でよく書くそれのと一緒なのであの どこをどうにしたらいいのかなって分かんなくなっちゃった時には筆で書いてるようなイメージを持つといいですギュッと来て巣も一緒ですここに来たらトントンってやってる時は力抜けてますよねすっすってきてただこういうとこ止まりはしますよしっかり止まるんだけど力はすっと抜けてまたここでぐーっとでそういう感じですね この課題は56年生えー、っとじゃあ5年生でいきましょう小学5って難しいですよね5は3の応用なのでぎュッと上がる性質それから2画目は違いますけど3画目まっすぐ行くような感じで短めで下に向かうような感じでちょっと短めにこれと比べるとちょっとだけ短いかなぐらいにしておくと最後が 3の一番最後の線でギュッとこう、こういうラインの線がここに持ってこれれば OK です。はい、こんな感じですね。5、6年生、えっ、ー、と、ちょっとね、来月の課題がお休みということなので、今月はちょっと時間をかけてやってもらえると、まあ、早く慣れてもらえるようにいい機会なのかなとも思います。この自粛のね、 自粛のせいでって言うとあれなんですけどお休みになってしまいますので会場がねどうしても審査の会場が取れないということでお休みになりますんではいその辺りを含めてちょっとゆっくりとやってみましょう。